皆さんこんにちは、ペソでございます。レールウェイエンパイアね、続きやってまいりましょう。ではチャプター2に入りたいと思います。聡明期ということですね。他はビジネスを知らない欲張りな連中ばかりですよ。あ、なるほどね。あ、ライバル社が今回から登場するということになります。1830年産業地帯が広がるアメリカ東海岸から内地へのアクセスは非常に乏しく、長距離の移動手段は整備が不十分な有料道路や運河を渡る遅い船に頼るほかなかった。人々は皆長く退屈で安全とは決して言い難い移動手段に辟易としていた。これは決して人間の移動手段だけの問題ではなく、国家の発展をも妨げるものだった。そんな時、イギリスからもたらされた発明が東海岸の多くの都市に経済的影響力と成長を促し、希望の光を灯していく。待ちかねていたよ。私はフィリップ・E・トーマス。オハイオ川を越えて線路を伸ばすことを夢見てきた。それが叶えば移住者や先住民にとって大きな助けとなる。君にはぜひその手助けをしてほしい。まずは君に2つのタスクを用意してある。今後の活動を管理する拠点を作るためにね。私が銀行員時代に学んだ鉄則がある。収支が釣り合うようにすることだ。いいかね。たとえ準備段階の仕事だとしても、利益を上げることを忘れてはいけないよ。はい、ということで、駅をとりあえずワシントンに作りましょう。もうね、ど真ん中つけちゃいましょう。まず端っこに作るのはね、あとでちょっと駅を建て直すときのためですね。まあ、私たちの池で泳いでるお魚さんはどなた？うるわしのシャーロットがご挨拶しますわ。それで、あなたのお名前は？美しき素人さんかしら。私の目にはそう映っておりますの。列車の準備にお困りの時はお声掛けくださいませね。で、補給とね。で、あと信号か。あ、しまった。セクション間違えてるわ。こうだね。俺はよさもんに対して含むところはなんもねえ。実際俺のダチにもよさもんはいる。だが、はい、てめえはここのもんじゃ。で、こっちの方にちょっとね、ニューヨークは俺の伸ばしましょう。俺の島だ。列車が何のためにどこに向かうのかは俺が決める。大型倉庫。あ、両方行けるな。俺の邪魔をしない限り、俺たちの間に問題はねえはずだ。こんな感じかな。おい、ここに駅よ。
まあいいわ、己の失敗から学ばないとね。あれ、えらい投稿線が張るね。で、ここからも倉庫にね、振っていきましょう。都市が発展すればより多くの需要が発生する。近くの資源だけでは足りない人も必ずやってくる。そんな時鉄道が役に立つんだ。さあボルチモアを選択して街をよく観察してみよう。ライバル2人に挨拶されたようだな。彼らはそれぞれ違うやり方で当然違う行動をとってくる。基本的には線路を伸ばして利益を上げようとしてくるだろう。君と同じようにな。彼らに何も奪われないように常に気を張っておこう。我々の本拠地があるボルチモアには大規模な衣料品産業がある。これね、つまり定期的な生地の供給を必要としているわけだ。ニューヨークに綱一枚ばいいんだ。ファッションの流行に敏感な消費者が製品化された衣類の配達を待っている。ボルチモアさんの衣類をニューヨークへ届けられるように両都市の間に路線を確立しようじゃないか。おい、ここは俺の島だ。この駅で何をしてやがる。おお、怖い怖い。思うようにやってみるといい。気を緩めてはならんぞ。しっかりと仕事をこなしているか時々見に来るから、そのつもりでな。牛乳と、牛乳だけでいいか。牛乳とあと麦ね。
あとこれもだ、ロペス農場の分もいるから野菜もですね。でボルチモアにねちょっと修理工場を建てて、これでしばらく様子見かな。接続ボーナスが出たらまたね、伸ばしていきましょう。これねいいですね。このカーブがえぐいですよね。君が鉄道を使ってボルチモアから衣類を運送できれば産業発展に大きく貢献できる。皆が幸せになるんだ。橋を渡るところがちょっと見たくて。おお、かっこいい。お、なんだ？柱が立って。素晴らしい。列車のクルーは従業員ダイアログウィンドウから雇用することができる。はい。その後は配属先の列車詳細を開き、雇った従業員を配属するんだ。さあ、一番重要な列車詳細を開いてエンジニアと機関員を配属してくれ。うん。寛容ね。一番最初に都市や農場、炭鉱などをつなげたとしても独占できるわけじゃない。ライバルたちの鉄道ネットワークにつなげられてしまえば当然君の運送利益は落ち込むことになる。君の会社の価値は線路、機関車、建物、そして資金によって上がっていく。そして会社の価値が高ければ高いほど会社の株式価格も上がっていくんだ。あ、ここ？他社が君の会社の株式を購入できるように君も彼らから購入することができる。そうすれば他社の成功に応じて利益を上げられるぞ。
企業ダイアログウィンドウから株式を購入できるようになったから確認してみるといい。ああ、火事になるわ。まだつなげれないね。こりゃ大変だ。超えてった。こっちは、ああ、農場に伸ばしてますね。これは山越えは大変やな。まっすぐズドーンっていくかやね。まあ利益はね出てる感じなので、あとはどう持ってくるかやな。
列車がね、駅員さえ入っちまえばね、うん、ああ安いエンジニアやな。お、接続ボタン出てる。どこだ。ああ、ノンホーク、えらい南やな。はい、ちょっと待っててね。はい、では今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。